てですね、こちらノースフェイスの新作のダウンジャケットを購入しましたのでご紹介していきたいと思います。こちらですね、とうとうノースフェイスから本気のダウンジャケットが出ました。もうこれは本気やでっていうのが出てきて、こちら名前がね、ウーゼルジャケットっていう名前で、またよくわからないネーミング、最近ノースフェイスあんまよくわからないネーミングしてるんですけども、ちょっとネーミングは一回置いといてね、ジャケットに関してはね、これ本気やってやつが出てきたんですよ。でこれ皆さんと一緒に見ていきたいなと思いますので、見ていきましょう。まずですね、サイズ感が XL サイズで今回購入しました。この毛のサイズってちっちゃいというか小さめの作りが多いから、あえて XL 買ったけどでかすぎました。結論から言うと L で良かったですね。これ購入される方は普段と同じサイズで全然大丈夫かなと思います。ちなみに僕身長178センチで、まあ、有名人とかで言ったら山崎賢人さんとかトニーデップとか、まあ、そのあたりが同じなんですけど、ここで分かりやすいところで言ったら白龍さんですね。夜の夜からみたいなオールバックしてる、まあ、白龍さん俳優のが78センチ同じ身長なんで、白龍さんが着るともっと迫力が出てくるかなと思うんですけども、まあ、そんなイメージで見ていただけたらいいかなと思います。特に大きいなと思うポケットですね。ポケットがめちゃくちゃでかい。イメージ的にはここからこれぐらいと思うんですか。違うか、ここまでやったら、ここまでやったら結構深いんですよ。例えばこんなケース、ね、結構でかめのケースが全然入るんちゃうかな。入りましたね。スポット入りました。でも結構ポケットでかいんですよ。まあでもこれちょっと好き嫌いわかりません。僕個人的にポケット大きなの好きじゃないんですよ。なんでかって言ったら結構遊ぶから、なんかね、中で何があるかわからなくなってくるんですよね。まあ、ただ、あんまバッグ持ち歩かへんとか、ボディバッグだからこうかけないとかっていう方やったらいいかもしれないですね。まあ言うたらこんな感じ。まあ、こんな感じのをかけなかったら全然まあ結構入るんで、それこそ鍵、スマホ、タバコも全然入るし、内ポケットもちょっとしたポケットがあるんですよ。なので、ここにも、入れたりとかできるような形になってますね。これ両サイドありますので、結構意外と収納力ありますね。で、やっぱ、きついでも思うけど、サイズもう一個ちっちゃうから、まあ、もうちょっとがいいですよね。まあ、このジャケット見たらね、皆さん思うことがあると思いますよ。いやいや、それ分かったけども、まあ、今まで散々紹介した、このサンダージャケットとか、まあ、それに似たジャケットとか、それと何が違うのっていうところなんですけど、圧倒的にこのウーゼルジャケットの上です。もう全然違う。マスなんですけど、まあ、これ聞いたらね、あ、違うわっていう感じなんですけどね、何かというと、こちらにダウンのフィルパー並べてみました。600フィルパー、700、800、900。これ、全く同じグラム入ってるのに、こんだけ重さが違うんですよ。だから、同じ容量入れてても、ふっくら感が違うから、触ったら分かります。それ、96フィルパーやと分かります。っていうぐらい、全然跳ね返りが違うんですよ。それで言うと、もっとやっぱりエクサイズが良かったんですよ。ジャストできないと、この恩恵を入れてないから、なおさら皆さんにはジャストサイズを選んでいただきたいっていう、白龍と同じ身長の白龍からの55区、まあ、僕は失敗したから、皆さんには失敗しないでくださいねっていうことなんです。他のじゃあこのサンダーとかどうやったっけって言ったら、サンダーは一応ダウンも半分は入ってるんですけども、そこダウンが特に明記はされてないんですよ。で900フィルパーやったっていうのは言われてなくて、まあ、言ったらリサイクルダウンも使われてますっていうところがあったりだとか、こっちのジャケット、これちょっと名前忘れたんでこっちにも出てると思うんですけど、本とかやったらもうダウンのみで作られてる、だから中綿とか入ってダウンのみで作られてるので、僕結構これ気に取ってええな思ってたんですけど、それはこっちやねんやったらこっちの方が全然いいなと思います。まあ、ダウンの質的にどうなんですかね。ノースフェイスがよく使ってる質とかっていうと、この600から700の間ぐらいが、ちょうどこの600のがダウン 70% で、700のがダウン 90% のダウンなんで、ノースフェイス82以上でよく使うんですよ。80% ダウン、20% 羽、ね、レザーで使うんで、しかも600から700の間ちゃうかなと思いますので、それ考えると、このクリアンベルバーって相当数値高いんですよ。だからそう考えたら、あ、ノースフェイスの中でも、これ多分トップレベルにクオリティの高いハイエンドモデルやなっていうことがわかるかなと思います。で、まださらにあるんですよ。で、それは何だかというと、ここにあるね、パーテックスっていう素材が使われてて、これよくパラシュートとかで使われる素材なんですけど、このパラシュートで使われる素材ってやっぱり頑丈じゃないですか。で、頑丈なのはいいんですけど、今までちょっと実はパーテックス使ってたんですよ。で、それがパーテックスの部分使いやったんですよね。いや、もう全部使ってよと、高いお金払ってるから使ってくださいよとか、もう裏地しか使ってないんですよ。皆さん、喜びましょう。そこの生地にもパーテックスが使われるようになっております。っていうか、これ何が言いたいかというと、パラシュートほど頑丈な、破れにくいポテージが使われたということはですよ。このように、よく見てください。今までのサンダージャケットとかやって表地は普通のナイロンやから、やっぱ毛が突き破ってきるんですよね。ダウンがね。こんなダウン、こんなちょこちょこ出てきたりだとか、なんかこんなでもちょこちょこ出てきてますよね。ステッチの部分ってどうしてもこの穴開けるから抜けちゃうのは仕方ないんですけど、ただこのサンダーに関してはステッチじゃないところ、普通の生地のところも抜けちゃってたんですよ。だから、これちょっとノースフェイスさんとゴールドウィンの株すっごい伸びてるから、いいんですけど、この辺のアフターフォローとかもどうはいかないませんかなんて思ってたんですけど、実はこんなあったんですね。パーテックスにすることによって、もちろん従来通り、このステッチの縫い目のところっていうのは物理的に穴が開いてるので、ここ
こからダウンが抜けてくることっていうのはありえるんですけど、この何もないところからっていうのが今までよりすぐダウン抜けにくくなったっていうのがこのパーテックスを使ったものなんですよ。だからパーテックス 100% ではない。この動画で皆さんパーテックスっていうのが頭の中に入ったと思うんですけども、パーテックスとあとリサイクル材料っていうのが使われているということなんで、じゃあほらいいやんか、ちょっと一回これ見て上まで締めてみましょうか。でもこんな感じなんですよ。だからもうギター感と同じサンダーってあんま変わらないんですよね。サンダーザケットに関しては1個上のサイズ買ってくださいっていう話なんですよ。今から L を切るとちっちゃいんですね。まあこんな感じでちょっとね、あのきついかなっていう、固まってちょっときついかなっていう感じだったから1個で買ってくださいねって言ってたんですけど、このウルジャケットはもういつも通りのサイズ感で着れるように仕上がってます。これでね、次ね、首元の高さも全然違うんですよ、襟の高さっていうのも。サンダージャケットの時ってこれを1ボコと考えましょう。1ボコ2ボコじゃないですか。これ見てください、3ボコあるんですよ。ボコって正しいか分からんけど言っていいか、1、2、3ボコあるわけなんです。っていうことはその分首のところが高いので、今までいやわしサンダージャケット着てる時どうも首元が寒くていつも根っこを回しとってると、根っこを回らないとバイク乗ってるけど寒かってんっていうことなんか、もしかしたらこの3ボコあるおかげでちょっと首が押しなっていう可能性あるじゃないですか。結構そういう細かいところが配慮されてるんですよ。でまたそれだけじゃないですよ、トレ口なんかもちゃんとリブが使われるようになってて、今までとかやったらこういうリブ使われてなかったんですよ。こういう忍びリブみたいなね、申し訳なさげにちょっとバインダーちょっとだけ入れときましたみたいな、こんなんしかついてなかったけども、これねアークテリクスよく人気なやつ、アトムエアルフーディーなんかも似てて、この皆さんが紙ジャケット紙ジャケットって言うんやけど、その紙ジャケットのリブもこういうタイプなんですね。でそれをノーストレスもやってきたと。ありがとうございます。さっき見たアークテリクスアトムエアルフーディーは、じゃあ俺あっちでいいわと、俺アトムエアルフーディーでいいわっていう方も多いんですけど、38,500円でベジナですね、以前までは。で、あ、それやったら、アトムエアロフーディの方が、これ実はな、このダウンじゃなくて、中綿って言われる、こういうシート状のやつがこの中に入ってるだけだから、洗濯もできて、水に濡れてもいいし、雨に濡れても全然いいねん。で、それでも法でよく下がりづらいねん。そういうところがこれええやつやねん。しかも38,500円。じゃあみんなこれ買うでしょって言ってないけど、しなんと値上がりしました。約6万円ということで、めちゃくちゃ値上がりしておりますので、全然値段の戦うところではありません。だからこのウーゼルジャケットの比較で言うと、やっぱりこのあたり、ノースフェイス対での比較になってくるんだなっていうことで、この2点、また合計3点ですよね、比較をさせていただきました。ただね、やっぱりこうデメリットもあって、この高機能のアイテムが発揮できない時があるんですよ。何なのかっていうと、最低限のことで僕みたいにサイズを間違えないでください。サイズを間違えちゃうとこことか開いてないですよ、結構。だからこっから暖気が逃げていってるし、せっかくこのリボンを締めてくれたのに、こっからね、どん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 暖気が逃げていってるんですよ。まあ、そんなもったい買い方してダメです。ちゃんとサイズはぴったり合わせるようにしていただきたいなと思いますので、それはマストなんですけど、それをやった上で、900フィルバーの恩恵を間違いなく受けます。ジャストサイズ牛丼。こんなあったかいと思えるぐらい。ただ、ここでデメリットが何なんかっていうと、めちゃくちゃ雨に弱いっていうね、どうしてもここはやっぱり避けては通れないっていうところなんですけども、この900フィルバーの重なさの高さっていうのが、一回こう水入れちゃうと、すごいペタンコになるんですよね。で、それを復活させるのっていうのが、やっぱり普通の一般の人でちょっと難しいんですよ。こういう高品質なダウンって、そのダウン専用のクリーニングとかに投げていかなあかんところもあったりするので、まあ、極力雨の時とかは着ないでいただきたいと。じゃあ、そういう時どうしたらいいですかっていうと、皆さんお持ちのね、ゴアテックス。まあ、これはあの、ラボジャケットですけども、あの、ゴアテックスを上から着て、このウーゼルジャケットを注意喚起にしてあげるんですよ。そうすることによって、全く濡れなくて、しかも暖かい状態ができる。要はこの中にあるユリアを守ってあげるということですね。ラオウがユリアを守ってあげようということによって効力が高まっていきますので、まあ高まるというか維持ができるっていう状態になりますので、濡れちゃうとやっぱりこう威力が発揮できなくなります。そこは気をつけていただきたいと。で、逆にそれが部分というか、どこが悪いのかというと、多分ノーストレスの中でこれ多分一番トップクラスのあのランクやと思うから、あんま悪いところ正直ないんですよね。なので、まあそんなに悪いところないかなと思いますし、おすすめの人はまあ別にみんなおすすめなんですけど、ちょっと気になる点として、サンダージャケットとこう比較したときに、サンダージャケットの表地ってちょっとマットじゃないですか。わかります？あんまシャカシャカ感ない感じ。だけど今回のこのウーゼルジャケットってちょっとシャカシャカした感じあるじゃないですか。これってなんか見る人が見たらジャンパー感ありません？なんかジャンパーって感じ。もう昔のおじさんが着てる服みたいなイメージあるじゃないですか。それがね、僕ね個人的にちょっと気になるんですよ。特に上までこの締めてるなんかジャンパー感で着てるじゃないですか。
昔のおじさんが着てる服みたいな感じだから、だからスペックとか機能面とか、まあ、暖かさ、自分が着てた快適さはめちゃくちゃいいと思うんですけど、こう街中で着るってなったりしたらやっぱちょっと難しい、なんかちょっとこうしっくりこうへんなっていう感じが僕はあるんですよ。だからそうだったら結局人気のね、アトムエアルフジーなんかも両読みでください。やっぱり生地マットやった、ちょっとマットな素材使ってた。でマットな素材使うとどうなるかっていうと、このねテカテカおじさんからちょっとマット兄さんことマトミーになるわけです。それもやっぱマトミーだった方がちょっとなんていうの、私服感持ってるじゃないですか。このテカミーの方はどうしてもなんか作業機感というか、なんか現場感があるというか、私服感が出ないんですよね。ただそれ以外のことに関してはもう完璧ですよ。だって中間着にもなってユリア状態ができたでしょ。でそれ以外にやったらもちろん1枚で着ててもう暖かい。でなおかつ900リルパー、その900リルパーがなんと5万円以内で買えるって考えたら、まあ、もっと上行くとオンベルのイグニスタウンというのがあって、それ1000リルパーでそれはね4万円くらいで買えるんですよ。ただもう各ブランドが出してるエース級のやつってやったら多分ノーフェスタこれやと思うんですね。オンベルやったらイグニスタウンとか、アークテリックスやったら多分この今僕が着てるアトムのヘビーウェイトフーディーっていう、まあ、この辺りになってくるんちゃうかなと思うんです。もし仮にね気になってる方いらっしゃったら一度店舗行ってみて触ってみてください。そしたら確かにこの900リルパー の, あの厚みというか迫力を感じれると思うんです。あ違うわと、今まで俺が触ってたのってあれダウンじゃなかった、あれはただの綿やったっていうのを気づくぐらい、あ900やな、しっかりこの跳ね返り感があるなっていうのを感じれると思うので、あノースフェイスが本気出しすぎたらこういう感じなんだよっていうのを分かっていただけるかなと思います。まあ、本音で言うと、ちょっとそのテカニーの部分が、まあ、正直僕は微妙やなと思うし、プライベートで着れるんかって言われたら、ちょっとどうなんかなっていうところがあるんですけど、まあ、逆に言うと、まあ、仕事で着るとか、あと運動とかスポーツの時に着るとかっていう時には、めちゃくちゃいいと思いますし、逆に暑いぐらいちゃうかなっていうふうに思いますので、で、またスナップセックもついてる、こういうのもついてるから、お茶っぺなんかにも適してるんじゃないかなと思います。まあ、正直、楽さはどう思ってねっていうところだと思うんですけど、僕は個人的には、まあ、着ないだろうと。まあ、僕、このタイプも、まあ、あんま着ないから、まあ、このまま XL の方もね、寝かせようかなと思っております。ということで、本日はですね、ノースフェイスのこのウーゼルジャケットを紹介してみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。